介護との連携におけるお医者さんの役割、そして存在、これちゃんと考えてみたいと思います。はい、皆さんおはようございます。2020年11月の9日月曜日の朝になります。今日は風が結構強くてですね、風速9メーターでしたが、今この瞬間はそんなに風が強くありません。雲もご覧のように、複雑って言いますかね、秋的空です。隅田川も風の影響を受けて流れが強いかなというふうに思います。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、どんな話をしようかなと思って歩きながらちょっといろいろ考えておりました。昨日の夜、エイジングサポートライブ日曜日なので、やりまして、ちょっとその振り返りをしたいというふうに思います。ゲストはですね、在宅診療をされている、訪問診療されている笹岡大志さんですね、お医者さんですね、結構お付き合いが長くて、今春日部でウェルネスという診療所をやられています。埼玉県全体にその在宅医療とか介護との連携の活動を一生懸命されているお医者さんですね。でそのお医者さんとテーマがですね、介護施設と訪問診療の連携というテーマでお話をいただきました。で笹岡さんのですね、お医者さんとしてのプロフィール、あるいは自分のこの今までの歩んできた道ですか、それをお話しいただきながら、今なぜその訪問診療にたどり着いて、今どういう活動をされているか、そして老人ホーム介護施設との連携の中でどういう効果を出して、自分自身が今どういうふうに思ってらっしゃるのかという話をお聞きしました。で私が興味があるのはですね、なぜ大学病院で部長まで詰められた医師がですね、老人保健施設の施設長になって、精神科の病院にまたちょっと勤務を変えて、訪問診療に転身をされて、そして介護施設を支えようと思ってらっしゃるのか、でその活動を地域で普及させようと思ってらっしゃるのか、そこに興味があったんですね。その話をいろいろお聞きをしました。でそれはまた別な YouTube 動画に記録があるのでご覧いただければというふうに思うんですが、ちょっとその振り返りですとね、やっぱりこう何かきっかけがあったんじゃないかというふうに思うわけですね。その急性期の病院で難しい病気を治す、そしてそれを一生懸命研究されたり技術を磨いてきた方が、何かのきっかけでその高齢者の生活を支える側に回ってしまうというところですね。そこはやっぱりこう人をどういうふうに見ているかっていうポイントなんじゃないかというふうに思うわけですね。病院で亡くなる時と、それから老人ホームの看取りのお話をこう描写していただきましたけど、病院の中ではモニターっていうんですかね、心電図だとかそういうモニターを見て人が死んでいく、そういうものを医師として判断をしていく、見ているのはもちろん人なんですが、その人をですね、モニターを通して体のこのフィジカルって言いますかね、その心電図の動きを見て、あ、止まったというところで死亡確認をしていくというようなお話でした。ただしこの看取りとはですね、魂がこう切り離されていく感じがしましたというふうに笹岡さんはおっしゃるんですね。このモニターを見ていると気がつかなかった、このなんていうんですかね、捉え方、魂が体から離れて旅立っていくんだということを見た、というふうにおっしゃっておりました。非常に我々が老人ホームで看取りをするときにこう見ている風景と似ているかな、表現方法は様々としてもですね、やはりこの病気だとかその体の一部を見るんじゃなくて、その人そのものを見ている、その人の魂を見ているという意味で、この老人ホーム介護施設におけるお医者さんの役割とか介護の仕事っていうのは、このパートパートを見るんじゃなくて、その人そのものを全体として捉えて、あるいは人生そのものを捉えて、人生の終末期を支えて、その後の命をつないでいくというところにやっぱり意味があるんじゃないかというふうに思っています。
それで佐藤さんが訪問診療しながら特別養護老人ホームの、まあ、嘱託医、まあ、正確には配置医師をされているわけですが、その、まあ、解説として間もない、まあ、春日部市内の特別養護老人ホームだと思うんですが、稼働率が98から99で、月ベースでショートステイも入れると100% 維持されているんですね。で、年間稼働率がまあ 99% くらい推移をしていました。で、入院日数が100人の特別養護老人ホームで450日くらいという話ですね。1年間365日という換算で100人というふうに見ると、ずっと1年間を通してですね、入院の方が1人でたまに2人になるという状態をずっと、まあ、推移をするわけですね。で、その中で454日ということは、で33名が1年間で要は退去されている、まあ、ほぼ全ての方が死亡退去だと思うんですね。とそうすると1人の方が亡くなって、次の方が入居されるまでの準備期間というところがやっぱり1週間長い時は30日くらい発生する場合があるわけですね。あのお待ちいただいている待機者の管理をしっかりしていなければ、お部屋が空いてから人が亡くなってから次の人を探し出すっていうと、まあ、すぐに1ヶ月2ヶ月経っちゃうわけですね。で、入居判定会議にかけてその人の状態を見て、でちゃんとお迎えをするまでに、まあ、1週間くらいでその準備が整わないので、まあ、それも読み込んで、まあ、待機者の管理と受け入れを常にしている、まあ、そういうことも含めて看取りっていうのはその計画が立てやすいので、こう入れ替えに伴うこの空きの日数も減っているんだと思うんですね。で、私も特別養護老人ホームの指定長時代は 98% くらいの稼働率を維持してきました。で、これは一つは数値上で見る老人ホームの良し悪しになるわけです。入院日数が少ない、入れ替え日数が短い、それから事故等も当然少ないので入院日数が減っていくという、そういう証ですよね。で、それをきちんと やることによって施設の経営が良くなって、職員が辞めずにですね、いいケアに向き合うことができるということになります。それをですね、なんと 99% を維持していたっていう話ですと、やっぱりこの薬の話もありました。ポリファーマシーですね、25錠かな、1人の投書類が25錠も服薬をしていて、まあ、それを笹岡さんはドクターなのでそれを改善していくわけですね。最終的には10錠くらいかな、まあ、6錠以上増えたら要注意というふうに我々はサポートを受けますか、あのそういうふうに学ぶんですが、それでもちょっと多いかなと思いますが、まあ、最初の25畳くらいに比べると半分以下に減って、かつその方が健康を取り戻すって言いますか、あの日常生活上改善をするという、そういう報告でしたね。ですから、あの医師がしっかり介護施設に関わることによって得られるその生活の改善、きめ細かく薬を一つ一つ判断して、この程度だったら僕が見るよ、病院に行かなくてもいいよというところまで踏まえると、やっぱりお医者さんがきちんと介護施設に関わるメリットっていうのは、まあ、そういう数字に出てくるんだろうというふうに思いました。まあ、素晴らしいことですよね。簡単そうに思うかもしれませんが、そう簡単ではないということで、私が知る限り 99% の稼働率を1年間出している施設というのは初めて聞きましたね。で、一応念のために知識としてはですね、 96% くらいが平均なんですね。で、 96% 下回ると赤字に限りなく落ちる。で、 96% 以上が黒字に転換していくボーダーラインなんですね。で、ただしこの 1% を上げるためにどんなに大変なことが起きているか、事故を減らして認知症の方と向き合って入院者も減らしてちゃんと看取りに切り替えていくという活動ですね。で、ちゃんとお待ちいただいている待機者の方々もきちんと、まあ、管理といいますかサポートして、お部屋が空いたらできるだけ速やかに次の方にお部屋を空けて入ってもらう、そういう段取りも含めて老人ホームの価値が問われているわけですよね。で、それをやっぱり実践してきて数値として残しているという、まあ、佐藤さんのお医者さんとしてのその介護にその貢献している姿、あるいは数字っていうのは非常にあの素晴らしいというふうに思いました。それとですね、やっぱりあの彼が老人ホームに入ってお年寄りの方々とこう接するところで、お医者さん
としてですね、この仕事って重要だなというように思い始めている。もともと思ってたんですけど、この大学病院じゃできないことを医療とか介護施設の中でやっていくということをもちろん気がついて、それを実践して、キャリアチェンジという言い方をされていましたが、キャリアチェンジをされて、今は訪問診療にさらにもう一度歩みを進めて、春日部という町で地域を支えようとしている。で、勉強会も開いているという非常に素晴らしい活動をしています。で、昨日参加されている方に結構お医者さんがいたんですね。やっぱり似たような訪問診療だとか老人保健施設をの施設をやってるお医者さんもですね、やっぱお医者さんのこのキャリアとして、一度老家の施設長だとか、あるいは在宅に関わる必要があるんだよねっていうのが、今現役のですね、介護とか在宅訪問診療に関わっているお医者さんの共通のやっぱり提案でしたね。私もそうあってほしいなというふうに思いました。で、看取りとはですね、この病院に治療を求めないという一つの判断なんですね。で、その判断はお医者さんのもう回復の見込みがないという、判断と説明から始まっていくわけです。やっぱお医者さんがそこを見てスタートさせていくっていう、でそれを多職種で受けて家族にご説明をして、で介護計画ですね、ケアプランに反映をして、で承認をいただいて、それを実行して、家族とともに、人生終末期生き切り方をですね、見させていただく、それをサポートする、それが看取りです。もう治療しなくちゃいけない、治療はいらないよね、病院に行って治療を求めない方々に、そのお医者さんの治療という部分はいらないのかもしれませんが、お医者さんとはやっぱり医学に基づいて、健康指導をして、疾病の治療、それから予防ですね、それから公衆衛生の責務を負うというふうに、先ほど調べたらそういう表記が出ていましたが、この超高齢社会、介護施設との連携の中におけるお医者さんの役割というのは、高度な技術の経験ですねに基づいて、この人に何が適した生活支援なのか、あるいは健康指導なのか、あるいは予防なのかという見極めながらですね、そういう役割を担っていただくんですが、私が一番感じたのは、そういう医学的な役割も重要ですけど、存在ですね、このお医者さんがちゃんと私の最後を支えてくれているんだ、その難しい治療だとかいうところを、例えば求めなくても、あるいはそれがもう叶わなくても、お医者さんが私の生活を見てくれているという安心感ですか、それが私はこの介護施設におけるお医者さんの役割なんじゃないかなというふうに思いました。ですから、役割って言いますか、存在ですよね。お医者さんが私のそばに存在してくれている、で声をかけてくれているっていうだけで、どれだけそろそろ人生の最後だなと思っている人たちが安心して穏やかに、あるいはきちんと頑張って最後まで生き切ろうというふうに思ってくれるのかというところは、笹岡大さんのようなお医者さんがですね、介護施設にいてくれる、施設のにいるというのは施設長だったり、あるいは配置医師だったり主治医だったり、いろんな関わり方がありますが、そういうお医者さんの存在をですね、私は求めたいというふうに思います。あるいは貞子さんにそういう今やっていることをもっともっと広めて仲間を作っていただきたいというふうに思います。まだ一人でやってらっしゃるということなのでね、仲間が入ってくればもっともっと地域を支えることができるし、もっともっと我々も多職種で連携できるというふうに思いました。はい、ということで今日は昨日のエイジングサポートライブの振り返り、お医者さんの介護施設の連携におけるお医者さんの存在というところにフォーカスをして皆さんにお伝えをしたところです。はい、朝日が上がって、雲がちょっと多いんですけど、爽やかな朝、今日も隅田川のほとりから Vlog をお送りしました。皆様、今日一日良い一日をお過ごしください。またお会いしましょう。